の勝ちだ。はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。ログインボーナス、母の日、今日が母の日ですね。はい、じゃあ気力ゲットいいね、やっていきましょう。はい、そしたらね、まずはね、今回最初に見せた通り国取りでね、また久々に制圧できたんで、まあまあ正直ね、一緒に組んだ方のほぼほぼおかげなんだけどね。ちょうどゴールデンウィークのね、ザ・シャークの体力が残ってたんで、まあできたけどね。まあちょっと2回連続はきついな。まあね、国取りは体力的にも精神的にもなんか疲れるよね。はい、ということで、ちょっとね、国取りのね、やっぱ金貨がね、ゲットできるのがいいよねということで、また金貨多めにゲットできるということでちょっとお見せしたいと思います。はい、どうぞ。そしたらね、国取りで3万8000に対して、倒していきたいなと思います。一応こういってそうね、玄武がいて、ワルノリン邪魔だな。ワルノリンの盾をこっちにしようかな。よし、これでいこう。なんかね、3万8000とか相手でもね、ほんとワルノリンがいればね、ぶつかりで最初の不気味薄ら影をぶっ潰せるんだね、こうやってね。そう、だからまず、金貨妖怪が2体いてもね、おっとっと、危ね。よいしょーいって感じで、倒せちゃうんだよね。だからできたら、相手に薄ら影不気味いたらね、戦力に下がっても、なんかいけるようになってね。 CPU の方が昔好きだったんだけど、まあ勲功ももらえるし、金貨555枚だよね。前回だったら1600枚もらえたんだよな、惜しいなという感じで、 CPU を倒すよりもね、金貨たくさんもらえるので、最近はね、上の相手を倒すのが苦痛じゃなくなってきたね。あー、ボスこいつか。で今回ね、国取りの金貨とね、小生の話をしていきたいなと思うんだけど、まあとにかくこの獲得ジバニャン金貨アップのね、3体いるってやっぱでかいよね。3体いるからさっきみたいにね、555もゲットできるということで、まあ今回はちょっとガシャやろうかな。スペシャルコインにしようかな。スペシャルコインゲット、ガシャと、あと金貨がね、さっきこの天下統一ね、したんで、この201905ってなんか、ダセーな。もっと違うフラグで回収しろよって感じがするけどね。金貨、やっぱ天下統一っていいな。しんどいんだけどね。しんどいゲームってなんないのって感じだけど。というわけで、金貨ね。かなりね、頑張りましたね。まあね、正直同盟の方のね、おかげなんだけど、まずね、ガシャやりましょうか。このね、国取りコインも本当、どんどん溜まっていく。セミマル、この変化したいぜ。でね、馬長がね、また17個まで溜まりました。ランクアップイベントね。これもちょっと後でチラッと見せてようか。そうだね、それをして国取り金貨やってって感じだな。今いつの日かね、馬長がまた出ることを祈ってます。これね、劉備馬長、張飛が出るね。張飛持ってないから張飛欲しいなって感じ。じゃあスペシャルコインいきましょう。これも、まあ10突してるやつが出てほしいかな。だからオロチかいいな、まあ、この辺はね。まあもう戦力的にはね、もうレベル上げが全然追いつかないよね。いや、たとえね、この前の氷イベントでジャオカイラとか闇エンマを超限界突破10にしたとしてもね、レベル上げられないんだよね、ほんと。 OK、 アツガルグだ。
まあしょうがないね。はい、まあガシャこんな感じで、また馬長はねやったいと思います。でそしたらね、群馬神はね、今ランクアップイベントが第2陣の4分の2グループだよね。で討伐数が8回で、討伐ポイントはね、結構今回早いですね、来ましたね。でランクはね20いかないか、18まで来たかな。ランク19だね。という感じで来てますね。で群馬神の方はまあ2凸なんだけど、もう限界突破はね、もうすぐ6凸まですぐできそうな、6凸プラスはすぐできそうなんで、まあまあ2凸からは落ちてないんだけど、まあもうあとちょっとたまったらね、もうあっという間に10凸かな。次今日中に10凸できるんじゃないかなっていう感じかな。はい、ということで、まあね、ちょっとドロップしない方が、上げない方がね、ドロップしやすいかなと思ってちょっと今上げてないです。で金か、まずは金かだね。国取りはまあね制圧したんでね、51万あります。すげえなということで、一応変えたいのはイーコンだな。イーコンも変えちゃっときたい。そして群馬神 C コンも変えちゃっとこう。どうせ変えるからね。で、あとはそんなもんか。まああとはちょっとね、群馬神鍛えたいよね。そして霜降りを10個ぐらい。であとはちょっとまた考えたいと思います。一応限界突破の章はね、まあ大好きな玄武と朱雀変えとこうかな。まあつってもまだ足りないんでね、 100% にならないとやっぱね限界突破 したくないんだよね、失敗が嫌だから。ということで、はい、こんな感じにして、そしてね小生召喚したいと思います。まあちょっとその前にフユニャンが優勝1400を超えたフユニャン、今ね解放すき焼きでやっと解放できるかな。これでやっと必殺技レベルも、グレードも完全に上がりました。これで必殺技も強くなるのかな。でフーニャをね上げていきましょう。はい、そしたらいきましょう、選択。こいつらを上げていかないといけないんだな。10凸レベル30でいいんだよね、グレードは別に上げなくてもいい。10凸とレベル30であれば対象になるということで、極度を上げて決定。そしてこっちもね、これが3凸してるから、こいつをさっきの上げたやつでこれで10凸できるね。またいけそうだね。でもね、さっきも言った通りレベルがねなかなか上がんないからね、あれなんだよね。あと E ランクが一番上げづらい。そう、グレードはね上げなくても大丈夫です。でこいつを10凸させて、だこのね国取りがあるから E ランクのねもらえるからね、毎月って感じだよね、毎月やると。そしてとどめき、だからね正直ね降臨イベントはねとどめきとフユニャンじゃねえやダークニャンでね上げてるんでね、だからまあ一番やっぱフユニャンが育てやすいんだよね。これ降臨イベントでいけるからね。そうだから結局闇エンマとかカイラはね、いけなかったんだよね。はい、じゃあ、召喚。12個あるんだよね、調整の証。だから正直、
かなり余ってるね。調整のパワー、愛とガツと根性で天下統一だ。これで超限界突破6まで来ました。フリーナまたねレベル上げたいと思う。まあ、さっきのね見た通り、あの国取りでねフユニャンとワルノリンで、なんとか倒していけるんで、またね今月中にもう一個上げたいなと思います。うん、で他についてはねまだこの辺は調整化してないで、あと札どうしようかなっていうところ、札があるのね。今1000、調整札が1000あるんだけど、まあ自分はねこれちょっと賛否両論あるんだと思うけど、自分はねオロチにします。コマさんとかねウィスパーで上げた方がいいのかなと思うんだけど、まあちょっとその辺はどうなんだろうね。戦力で相当しないでランクで相当しようか。うん、ウィスパーはね600で上げられるからウィスパーもいいんだけど、まあちょっとあれしてるかな、じわじわダメージでね。キュービはねもう4000超えてんだよね。でこれもグレード6まで上げると多分4000超えると思うんでね、だから多分ね赤鬼とかあの辺調整の証5で買えるやつはね多分グレード6までにすれば4000超えると思うんでね、だからちょっとその辺で判断かな。まあちょっとオロチをね育てる理由としてはやっぱり必殺がねまあまあ強いんだよね。これでいけるのかな。うん、これでどんぐらいいく。3700か。超限界突破、限界突破33なのにキュービよりまだ弱いということで、うん、ただねオロチの必殺技この良い取り付く打ち消しがあるのがいいんだよね。うん、だから自分はちょっととりあえずオロチを育ててんだけど、まあまあキュービ強化していけばねキュービぐらい強くなるのかなと思うんだけどね。すき焼きね上げていって、まあ、これもさっきのね国取りコインでなんとかうんしたいなと思います。だから赤鬼とかは、まあ、これ110だから強いんだけど、まあ多分この戦力8643キュービより強いんでね、だからまあかなりのねすき焼きがいると思うんだけど、グレード6まで上げればね、うん、限界突破1でもね4000は超えんじゃないかなっていう感じ。ただまあ冬にゃんがやっぱ育てやすいんでね、現在自分の冬にゃんがね5000超えしてるんで、まあまあ冬にゃんを先に育てるっていうのも、まあ、自分はありかななんて思ってますかね。調整難しいよね育てんのね。よいしょという感じでウィスパーを育てたいんだけどね。あとキリンね、キリンじわじわダメージが好きっていう感じで、ジバニャも本当は育てたいんだよね。あのちょっとねフユニャンをちょっと今優先してるんだけど、結局レベルも上がんないんでね、やっぱりジバニャンもね今月また1個上げたいなと思います。結局ジバニャンってかなりねイベントでなんだかんだとね、前回も国取りの確率アップだった通り、うん、結構なんか特攻になりやすいんでね、だからレベルを上げれない今はね、まあなるべくいろんなやつを、いろんなやつ無理か、一つをねどんどん上げてもねレベル追いつかないんでね、今こんな感じで育てたりしています。はい、じゃあ今回はね国取り久々の制覇と調整とかについて話をしました。ランクアップイベントはね引き続き馬超をゲットして10突、そして超限界突破目指してやっていきたいと思います。まあブーストもね今16でやってるぐらいなんでね、そんなに力を入れなくても10突できるイベントになってんでね、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね母の日もあるよねこれね、しっかりやっていきましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。